イラ夢の中でも永遠を取ってたぞ。場所はホテルドゥボールだったはずだ。早く出発しようぜ。おはようございます。グザビエさんからお聞きしましたが、昨日の午後はうまくことが運んだようですね。うん、アヤカは昨日はどこか遊びに出かけたのか？昨日別れた後、お兄様はパレメルモニアにいらっしゃる最高審判官のヌビレット様のもとを訪ねました。私も一緒に行きたかったのですが、お兄様は自分一人が行けばいいとおっしゃいまして、それで私にはフォンテーヌの風景をたくさん見て現地の文化を感じるようにと。ですのでヨイミヤさんと一緒に純粋船に乗ってエリニュス島の歌劇場に行ってみたんです。そしたら歌劇場のそばでからくり人形が二人踊っとったんや。知っとるやろ？そうそう、それや。はあ、不思議やったな。私たちはそこに長い間座っていました。いくら見ていても飽きないような気がしまして。ひひ、オイラたちも最初はそうだったな。それから海に泳ぎにも行ったんやで。正確にはダイビングやけどな。水中で息したんなんか初めてやったわ。あやかちゃんと手つないで一緒に3、2、1って数えて、ほんでジャボンって水中に潜ったんや。最初はなかなか口を開けられへんかったけど、どうしても我慢できひんようになって、思い切って大きく息を吸ったんや。結局何の味もせんかったわ。全然しょっぱなかった。気ぃついたらもう普通に息しとったな。変な感じやったわ。うち緊張しすぎて彩香ちゃんの手を痛いくらい握ってたんやって。彩香ちゃんはすぐに慣れとったけど、私は心の中で旅人さんにできたのだから私たちもきっとできると思っていたんです。それで安心して潜ることができました。フォンテーヌの海底は実に綺麗ですね。水中で咲き誇るロマリタイムフラワーはまるで夜の街の明かりのようでとても素敵でした。稲妻では見たこともない生き物もぎょうさんおったわ。シュッシュって光る刀を放ってくる魚とか、人を見るとプクプクってなる太っちょの生き物とか。狩猟投影とプクプク獣だな。プクプク獣って名前なんか、あれ可愛らしいな。
帰って父ちゃんやおっちゃんたちに話しても信じてくれへんやろな。宵宮さんは長いこと海で遊んでいまして、日が暮れてからやっと純粋船に乗りフォンテーヌ邸に戻ったんです。今日は疲れて朝寝坊するのではないかと心配でした。自分でも起きられへんかと思ったわ。夜寝ててもまだ波に揺られてるような気がしてな。せやけど今朝目開けてみんなと一緒に永遠を取れる思ったら、ブンって元気がみなぎってきたわ。永遠の撮影といえば、他のやつはどこにいるんだ？お兄様はグザビエさんと一緒にホテルの支配人と撮影場所について相談しています。じきにいらっしゃるはずです。他の方は、来たわよ。すまない、遅くなった。特巡隊の朝の10キロランニングを終えたばかりでな。何キロだって？わあ、眠くてたまらない。下の階まで君たちのおしゃべりが聞こえてきたよ。どうやら持て余すほど元気みたいだね。羨ましい。皆さん、おはようございます。おはよう。誰かコーヒーを頼んでくれない？ミルクは多め、砂糖は少なめで。私がお持ちしましょう。行かないでここに座って、メイクするから。衣装にコーヒーのシミがついても困るし。そしたらうちが行くわ。これも監督助手の仕事やろ。彼女は本当に元気だね。何か秘訣でもあるのかな。宵宮はずっとこうだぞ。逆にフリーナは疲れてるみたいだけど、早起きが苦手なのか？そんなわけないだろう。一晩かけて小説を頭から最後まで読み返してたんだ。修正と強調が必要そうな段落に全部丸をつけてきた。おお、そんな真面目にやってくれてるなんて思わなかったぞ。なんといってもかつてのフォンテーヌ人気ナンバーワンスターだからね。伊達にその座にいたわけじゃないよ。やるときはちゃんとやるさ。神を演じてたときは全力を尽くしてたんだ。自分の人生を真剣に演じないわけがないだろ。フリーナ監督、コーヒー持ってきたで。ありがとう。その呼び方もコーヒーの香りも朝の鳥のさえずりのように心にしみるよ。皆さん、
時間通りに来たようだな。こちらの支配人と話がまとまりました。ホテルの2階部分はロケ地として自由に使わせてくださるそうです。本当か？よかったな。ええ、支配人の方はこの英英を有望視しています。これでホテルによりお客さんを呼び込めるのではと期待されているようです。ではグザビエさん、あとはお任せします。わかりました、ありがとうございます。まず皆さんに新メンバーを2人紹介しよう。こちら我がクルーの道具係、ベロニカ。永遠の撮影で使う道具の管理などを担当してもらう。こちら我らが照明技師のボーノ。撮影時の照明設備やライティング効果を担当してもらう。おお、本当にプロの制作チームって感じがするな。まずは各位に心から感謝したい。昨日出資者から資金を出せないと言われた時、この英英はもう取れないと思った。だが思いがけないことに助けてくれる人がこんなにも大勢現れ、本当に本当に感謝してもしきれない。そうおっしゃらないでください、グザビエさん。あなたの英英クルーに参加できて光栄ですよ。稲妻にいた頃からあなたの作品はとても印象に残っていました。今後この作品はきっとフォンテーヌと稲妻の文化の架け橋となってくれるでしょう。僕は作品のために来たわけだけど、もしこの英英に最高の監督がいなかったらどうなってただろうね。想像もできないよ。とにかく皆さんに約束しよう。この英英のプロデューサーとして無事上映されるまで私はあらゆる努力を惜しまないと。これは俺一人だけの英英ではない。皆さんの気遣いとこれから注ぎ込まれる限りない心血が含まれてる。さあ永遠二重視のクランクインだ。フリーナ監督、現場はお任せします。ああみんな見てくれ。最初に撮るシーンは二人の獣士が伯爵家にいる無邪気な時期だ。照明技師と道具係は現場のセッティングを、主演の二人は先にメイクをしてきてくれ。エキストラは立ち位置を確認するように。おお、フリーナの監督ぶり
本当に板についてるな。みんなちゃんと聞いた？後で笠原みたいに撮影現場をうろちょろしないでよ。よし、行動開始だ。セットができたら撮影を始めるよ。この英英で波のようにフォンテーヌを席巻しよう。わあ、いや、その人々に衝撃を与えようって意味、水没させるんじゃなく。まだ少しトラウマがあるみたいだけど、とにかくオイラたちも何か手伝えることがないか見て回ろうぜ。ここに手伝ってもらうことはないから、他の人のところに行ってみてよ。銃ってこんな感じなんですね。本物と全く同じというわけではないがな。彩香からあなたの話を聞いたことがあります。子供の頃から仲良しだったと言っていました。話しかけないで。今君のアイメイクを考えてるから。物語の主人公に合わせるためにですか？この無邪気なシーンの問題を解決するためよ。私の目元のシワが深すぎるのでしょうか。君の目つきが疑い深すぎるのよ。相変わらず歯に衣着せぬ物言いですね。黙って。ここに置けばええんか？もう少し左に。よっしゃ。ヤイミア、手伝うことあるか？いや、平気やで。こっちは忙しないし。照明の配置って花火と似とってな。これがどう雰囲気を演出するんか想像してたらおもろいわ。確か旅人がカメラマンで、パイモンがスクリプターちゅうやつやんな。ほんまあんたらにぴったりやわ。ん？オイラなら飛びながらカチンコを鳴らせて便利だからか。それもあるけど、うちが言うとるんはそういう適性の話と違って、あんたらはずっと一緒に旅しとるし、協力したら絶対息ぴったしやろ。何しろ
カメラマンはカチンコが鳴ってからカメラを回し始めるわけやし。せやろ？なんや、そうやったんか。永遠ってほんまに不思議やな。よいみやさん、あっちの照明もお願いします。任せとき、すぐ行くわ。ほな、ちょっと手伝ってくるし、話はまた後でな。こんだけ業さんの人が手取り合って永遠を取ってく感じ、ほんまワクワクするわ。よいみやはほんとどこにいても楽しめるんだな。なあ、おいらたちってよいみやの言うように息ぴったりなのかな。イヒヒ、そう言ってくれて嬉しいぜ。これが銃なのですね。銃の見た目を真似て作られたただの道具ですけどね。よくできてるな。本物の銃を見たことがあるのか？本や新聞でしか見たことはありません。これは写真からその比率や形状を参考にして作ったものです。撮影で必要な時は銃口に特製の火薬を塗ることで発砲時の火と煙を表現できます。つまり銃を撃った時の反動は役者自身が演じる必要があると。そうです。それから銃声も実は撮影後の編集で入れます。レオ・ユーベロニカ、どこから指導すればいいか分かった。だが銃の歯車と撃鉄のあたりはもう少し調整した方がいい。金属が擦れた跡を加えるとよりリアルになる。それと撮影前に毎回油で拭くと銃器が念入りに手入れされてるように見えるだろう。わかりました。さすがシュブルーズさん、普段から銃器をよく扱っていらっしゃるのですね。自分の銃器の手入れは日々怠らない。銃士にとってこれは食事や睡眠と同じく忘れるはずのないことだ。私も毎日自分の刀を手入れしています。その形と重さを熟知して自分の体の一部とするために。そうすれば肝心な場面で裏切られることはないだろう。ええ、そうですね。この点では私たちには似ているところがたくさんあるようです。二人は共通の話題を見つけたみたいだな。私が使っている銃はこの道具とは少々違うが、
扱う上でのポイントは教えてやれる。はい、それではご指導のほどよろしくお願いいたします。まず最も重要な点、銃口は決して人に向けないことだ。本物の銃であれ偽物の銃であれ、銃が手の中にあっても机の上にあってもだ。敵に対する場合はまた別の話だが。わかりました。銃を構えるときは手をまっすぐ伸ばして肩の高さにし、目は照射と照星を通じて目標に狙いを定める。こうですか？まあそんなところだ。試しにセリフを言ってみろ。これがあなたの末路よ。体をもっと横にしてみてくれ。そうすれば敵から見える標的をより小さくでき、肩が楽になる。一度手本を見せよう。これがあなたの末路よ。ちょっと失礼します、千織さん。フリーナ監督、ご相談があるのですが。ん？なんだい？こうですか？うん、ずっと良くなった。どう思いますか？うん、見えたよ。でも本当にそれでいいのかい？君の言うことはもっともだけど。その方がふさわしいでしょう。そっか、そこまで言うならいいだろう。ほほん、アヤカ、シュブルーズ、こっちに来てもらえるかい？お、なんだ？今から撮影を始めるのか？行ってみましょう。何か？担当直入に聞こう。シュブルーズ、この重視役を演じてみないかい？正確には私の役をシュブルーズさんにお譲りしたいのです。でもお兄様。心配いらないよ、彩香。これは私にとってかえって好都合なんだ。もともとは撮影の合間にどうにか時間を作ってパレメルモニアの人たちと関係を築き、文化協力を進めていくつもりだった。けど、ここの手続きは少々複雑らしい。役を譲ることで仕事に専念できる。それに、私が人前に出て芝居をするのはあまり向いていないことを知っているだろう？本当によろしいのですか？監督の立場からも原作の二人の重視の関係には改善すべき点があると思っていた。劇中の兄は事件で主導権を握っていて血気盛んだ。これでは
妹の役どころが抑えられてしまう。そうなると二人が支え合い寄り添って生きていくというテーマを表現できないんだ。でも二人の主役を年の近い姉妹に置き換えると、この作品はむしろ見応えが増す。そして綾香を指導する君の姿を見た。その冷酷で威厳のある風格はまさに重視を演じるのにうってつけだ。もちろんそうは言いましても、最終的にはシュブルーズさんのお考え次第ですが。確かシュブルーズはこの小説が好きだったよな。演じてみたいんじゃないか。うん、この役を引き受けよう。よし、なら何も問題ないね。今すぐ台本の修正に取り掛かろう。照明、道具、衣装はすぐ役者に合わせて調整して。ああ、これはきっと原作を超える物語になる予感がするよ。シブルーズさん、ありがとうございます。おかげで大助かりです。それは言い過ぎだ。私はこの役が好きなのだからな。むしろ感謝すべきは私の方だ。お兄様のお考えがあってのことなら私ももう心配しません。行きましょう、シブルーズさん。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。シュブルーズでいい。これで私が悩んでいたメイクの難題も解決してくれたってわけね。ご冗談を。それよりも公務のためですよ。よく言うわね。そんな理由じゃ私は騙されないわよ。彩香の言うお兄様は銃の仕事を同時にこなせる人なんだから、他にも理由があるに違いないわ。そうかもしれませんね。彩香はずっと外に出てみたい、旅人さんのように自分の視野を広げたいと言っています。ですが私は、あの子には他国の異なる風景だけではなく違った友人も必要だと感じています。ずっとお兄様がそばにいたら友人はそう簡単にはできません。はいはい、お兄様は引き続き妹を甘やかしてなさい。あやと、残念だぞ。お前がジューシーをどんな風に演じるのか見たかったのに。お二人ともからかわないでください。あなたたちも内心ではそんなセリフ私には似合わないと思っていたんじゃないですか。ひひ、実を言うと全く想像できないな。ええ、パレ・メルモニアの方と後ほど会う約束をしています。
こうして今は準備のための時間が増えました。カメラマン、スクリプター、役者は準備して、最初のシーンの撮影を始めるよ。行ってください。彩香のことは頼みましたよ。うん、安心してくれ。はい、皆様の作品を楽しみにしています。よし、各自持ち場について、このシーンのポイントを簡単に説明するよ。これは2人の主役がまだ伯爵家に住んでいた時の出来事だ。彼女たちは家族にのけ者にされ、ひどい言葉を浴びせられていたが、何が起きているのか理解できていなかった。この無邪気さはきちんと頭に入れておくように。シュブルーズは姉のチューリップ、アヤカは妹のアイリス役を演じる。カメラマンは重要なシーンで主役をアップで映して。じゃあ全員静かに、3、2、1、9。はい。姉さん、お母様が出かけてからもうだいぶ経つわ。きっと遠回りしてお花を摘みに行ってるのよ。お母様はお花が好きだから。アイリス、チューリップ、ただいま。お母様、ずっと帰ってこなくて、私も姉さんもすごく心配したのよ。ごめんごめん、でもちゃんと帰ってきたでしょ。ほら、あなたたちの大好きなアップルパイ。お母様、その手のあざはどうしたの？おさ、きっと昨日お仕事の最中にうっかりぶつけたのね。でも朝はこんなあざなかったわ。じゃあきっと外に出てた時にうっかり転んじゃったのね。それよりお家で楽しく遊んでた？どうしたの、アイリス？実はみんな私たちと遊んでくれないの。しかもアイリスの人形を取ったり、私たちに唾を吐いたりして。私たちの悪口を言うの。その、し、大丈夫、大丈夫よ。いいこと、娘たち。誰が何を言おうと大したことじゃないわ。つまらない言葉であなたたちを決めつけることはできないの。あなたたちの人生はちょうどあなたたちの名前のように、この上なく華麗な花のようなものよ。
今はまだ開いていないつぼみかもしれないけれど、いつか何よりも美しく咲いてくれるわ。今の土壌に将来咲き誇る花をひねりつぶされてはならないの。わかった？私の可愛い娘たち。カット！うん、いいね。役者の情感もこもってた。これはキープしておこう。ああ、それからスクリプター。次からカチンコを打つときは声を出さないで。あ、わかった。よかった。さっきの自分は緊張しすぎていたのではないかと心配だったので。シュブルースは？私は別に何も。セリフはそう難しくない。監督が手を加えてくれたんだろう。お二人とも演技がお上手ですね。初めて永遠に参加されたとは全然思えません。もう少し自信を持ってもいいですよ。励ましのお言葉、ありがとうございます。さあ、役者は位置について。もう少し別のアングルを試してから次のシーンに移ろう。ここは主役の二人が家に帰ってきて母親が殺害されているのを発見するシーンだ。準備はいい？ 3、2、1、9。お母様、ただいま。お母様、いないの？どうしたの、姉さん。アイリス、来ちゃダメ。え、どうして？お母様。姉さん、お母様は。このティーカップ、毒が入ってる。このカップのデザインが。あの貴族ども、隠そうって気もないのね。アイリス、ここを出るわよ。私たちはこの家から離れなきゃ。でも、まさかあの人たちに。復讐してやるのよ、絶対に。でも今じゃない。行きましょう。あ、待って。お母様の亡骸をこのままにしておくわけには。せめて胸元にローズを一輪置かせて。
私たち、お母様にこれを買うために出かけたんだもの。わかった。さようなら、お母様。この仇はきっと打ってあげるから。ほんまもんか？どうやって流したんや？私も驚いた。お褒めいただきありがとうございます。実は監督のキューの合図が聞こえた後、何も考えずに純粋に物語の主人公の気持ちだけを感じ取って、そこに溶け込むよう自分に言い聞かせたんです。これは剣の稽古での心構えと似ています。何も考えず目の前のすべてを感じることに集中する。この子もしかして天才役者なんじゃ？みんな静かに、次のシーンを始めるよ。二人ともご苦労だったな。シュブルーズもな、いい演技だったぞ。ああ、この小説は何度も読んでいて、主人公の心境はもう十分理解してるからな。それでどうだ、昨日の私の頼みを覚えてるか？楽しすぎて忘れるとこだったぜ。事件の手口が物語と似てるって言ってたよな。具体的にはどこが似てるんだ？物語の主人公は成長して、二人とも獣士になり、毎回銃を使って復讐する。また遺体の上にレインボーローズを一輪置いて、我々は戻ってきたというサインを残すのだが、その通りだ。鋭いな。小説と同じで現場にはレインボーローズが置いてある。え？それは確かに気がかりだな。特に今日の台本を読んでからだと、オイラでさえ何か裏があるんじゃないかって思えてくるぞ。旅人はどう思う？お前は頭がいいし、ここはお前の判断に任せるぞ。ありがとう、フォンテーヌ特巡隊を代表してお前の正義に感謝しよう。そうと決まれば
グズグズしてはいられない。今すぐ調査に出よう。ついてきてくれ。え、今からか？一日中撮影してくたびれてるんだけど。価値のある情報は日が暮れてから姿を見せることが多い。海の孤島のようにな。気力を奮い起こさねば深い霧の中ですれ違ってしまうぞ。私の好きな本にそう書いてあった。で、今からどこへ調査に行くんだ？まず部品を変える工房に行こう。犯人が銃を自作していたら、そうした場所に立ち寄った可能性は高い。いざ。レシュッツのクロックワーク工房へようこそ。何をお求めかな？最近特殊な部品を買いに来た人がいるかどうか知りたい。特殊な部品というと？ゼンマイ仕掛けのおもちゃではなく重機に使うタイプだ。それは何のことやら。うちではそういったものは売っていないので。難癖をつけに来たわけではなく、単に事件の調査だ。協力してほしい。正直どの部品が銃に使えるのか私にも分からなくて。個人で部品を購入する者はいるか？おもちゃを買う人は結構いるが、部品を購入するのは会社名義で仕入れに来る常連ばかりだな。そうか、分かった。協力に感謝する。どういたしまして。当然のことをしたまでさ。じゃないか。銃をメンテナンスする油をまた切らしたのか。エスタブレさん、最近ここで重機の部品を注文した者がいないか聞きたいんだが。ああ、事件の調査かい。今のところはいないね。最近コンティナリア AA 祭の影響で重機道具の製作依頼が何度か入ったけど全部断ったし。え、なんでだよ。金にならないからさ。私の機械は全て本物を作るために用意してるんだ。イベントのためにわざわざ新しい金型を作る気力なんてないね。では、お前のところに部品をもらいに来た者は？いいや。スクラップはいつもサンドル川の奴らに売っちまうから、単体で誰かにあげることはないよ。そうか。協力感謝する。いいっていいって。
獣死体がうちの工房をひいきにしてくれればね。これといった情報はなかったな。今のところはな。次はサンドル川へ行こう。え、いいのか？特巡隊の隊長があんなとこに行ったら歓迎されないだろう。うん、そうか。お前たちは知らないのだな。お、何をだよ。私はサンドル川で育ったのだ。今いいか？一つ聞きたいことがある。何も知らないわ。そう構えるな。誰かを捕まえに来たわけじゃない。みんな最初はそう言うわ。信じていい。これがその証だ。嘘だろ。特巡隊の隊長が一般人に賄賂を送ったぞ。普通の警察隊じゃないよね。何が知りたいの？最近サンドル川で銃に関連する事件はなかったか？どんなことでも構わない。銃？私が知ってるのは2週間前から夜中にいつも大きな音がして目が覚めてしまうってことだけかしら。銃声か？多分ね。ま、ここではどんな音も大差ないわ。誰かの家の庇が落ちたか、どこかのパイプが突然爆発したか、とにかく毎回大きい音だった。でも私が耳にしたのは全部眠りに落ちてから聞こえてきたものよ。具体的な位置は？よく覚えてないわ。覚えていないのか、それとも思い出す必要があるのか、どっちだと思う？悪いが、これでもう一度思い出してほしい。またモラを出した。南の水路の外れよ。眠りが浅かった時に見に行ったことがあるけど、怖くて近くまで行く気にはならなかったわ。私が知ってるのはここまで。わかった、信じよう。パートドゥフルイ、ありがたくいただくわ。何も驚くことはない。私はここで育ったと言ったろ。こういう手段は熟知している。残念だが、先ほど配り終えてしまった。実は他にもたくさんの罪深い食べ物を持ってきた。フライドポテト、フライドチキン、オニオンリング。だが、悪を排除するのは私の責務だ。
お前が手を出す必要はない。さあ、調査を続けるとしよう。久しぶりだな、テトロ。用件だけ聞こうか。最近銃に関する話をしていた者がいなかったか聞きたい。情報はただじゃないぜ。ここ最近野外に強盗がはびこっていて、ポア村長の物資に影響が出てると聞く。もっと人員を増やすよう私が手配し支援するというのはどうだ。相変わらず話のわかるやつだ。一月前、ある仲間が夜に酒を飲みすぎて銃をなくした。3日後、酒場の隅でそれが見つかってる。それの何が変なんだよ。自分で忘れてっただけだろ。ここはサンドル川だぜ。酒場に持ち主不明の金になるもんが落ちてたら、それがネズミであっても翌日には消えてるさ。結局その銃は無傷で発砲の形跡もなく戻ってきた。一体何が目的だったんだろうな。おそらくその銃が前科持ちだったからだろう。弾痕がマレショーセファントムに調べられるのを恐れてか。ありえるな。もし本当にそうだったら、犯人は随分と慎重なやつだ。誰かが犯罪を起こしたとは言っていない。サンドル川じゃ誰が殺されたのかを知ることは、今日自分が何を着ているのか知るのと同じくらい簡単なことだぜ。東の方に住んでるあいつだろう。俺はもともと好きじゃなかった。いつも酒を一杯だけ注文して何か悪巧みをしてるような目つきをしてたからな。銃をなくしたのは誰だったの？やめておけ。それを聞いたところで特巡隊隊長や知らない相手に自分が銃を持ってることを認めるようなやつじゃない。そうだな。あんたここで育ったんだってな、シュブルーズ。スピナディロースらがあんたを歓迎したとしても、ここを去って随分と経つあんたのことを知らないやつは多い。それに特巡隊を好まない連中もな。ああ、わかってる。だから、あんたの安全のために忠告しておくが、ここにはあまり堂々と顔を出さない方がいい。そこに関しては好きにさせてもらうさ。仕事の関係で、これからも何度か足を運ぶことになるだろうからな。そうか。忠告はしたからな。いざ。
た木の板にバラバラになった樽、それに酒瓶。よく見てみろパイモン。え、一度片付けられてはいるが、これは明らかに銃弾による傷痕だ。つまり何者かがここで銃を練習したということ。酒瓶と樽は的代わりにしたのだろう。ってことは例の凶悪犯か。おそらくな。サンドル川一帯で銃を持つ者は少なくないが、ここまで自分の残した弾痕を気にする奴はいない。わざわざ手間をかけて片付けるとなるとなおさらだ。行こう、調査を続けるぞ。これで情報は全部のようだな。ここの手がかりは上よりも多かったな。うん、これらの手がかりが容疑者を指し示しているのなら、おおよそ次のような推論が得られる。一月前、ある者が一丁の銃を拾って、それを家に持ち帰り、おそらく分解によって銃の構造を理解した後で元の場所に戻した。数週間後、そいつは自ら銃をこしらえ、それを持ってサーンドル川で射撃の練習を行った。そして数日前、犯人はターゲットを定め凶行に及んだ。その後、小説のように一輪のレインボーローズを置いたのだろう。シュブルーズの推理は辻褄が合ってるとは思うけど、やっぱりまだ犯人が誰なのかわからないな。死亡者はサンドル川で生活しており、いつも一人で行動し、生活状況は困窮していたそうだ。ああ、そこも明らかにできていない部分だ。もし本当に小説のように裏の事情があるならば、これは血の復讐ということになる。だが調査した結果、死亡者に明確な敵は存在しない。彼自身も悪事を働いた数が少ないわけではないが、銃で撃たれた後、ローズを残すような相手などいないだろう。犯人は一体誰に向けて何のメッセージを伝えようとしているのか。それなら最初に捜査を行ってる。彼の証言によれば、事件の当日は一日中歌劇場にいたそうだ。チケットの確認係も彼の証言を裏付けてる。つまりアリバイがあるってことだよな。それだけじゃない。彼は動機に乏しいのだ。彼には穏やかな家庭があり、両親も健在。さらに調査を進めたところ、彼は6歳の時に正式な手続きを経て養子にもらわれていた。
それ以前は孤児院にいた記録が残ってる。小説に出てくる主人公の母親が殺害されたのも、二人が10歳になってからのこと。小説が事実を改変している可能性もあるが、私はその考えにはとらわれたくない。もっと重要なのは、私は彼と話したことがあるが、銃で人殺しができるような人間には見えなかった。じゃあこれからどうするんだ。手がかりが途切れちゃったけど。一日で犯人が捕まるとは思っていない。調査にはまだ時間が必要だ。こうしよう。これから数日間は普通に永遠を撮影し、終わったら各所を調査する。手がかりは必ず現れるはずだ。でもさ、こういう情報のことは気づかずにすれ違うことがよくあるって言ってなかったか？パイモン、本の中でまだお前に教えていなかった言葉がある。なんだ？だが霧の中を長く航行していると、いつかは必ず孤島にぶつかる日が訪れる。こっからはまた永遠の撮影だな。ここ数日はスケジュールがびっしりだ。いろんなところを回らなきゃいけないぞ。早く出発しよう。約束した集合場所に行こうぜ。主人公のクランクアップだ。
成功の日はもう近いよ。クランクアップってなんだ？おお、物知りだな。ここは銃を持った2人と伯爵が最後に対峙するシーンだからアクションが多い。みんな練習の通りに演じてくれ。それじゃあ行くよ。3、2、1、9。今日は美しい夜だと思わないか。10年前のあの夜のことを思い出す。ハーブティーの香りまで漂ってくるかのようだ。黙りなさい。お母様を殺した悪党め。愛しいアイリスよ。私に向かってなんだその口の利き方は。私はお前の父親なのだぞ。たとえこの牙が一つ残らず抜かれたとしても、その二文字を私が口にすることは期待しない方がいい。我が娘たちよ、そうやって顔面で譲らないところはお前たちの愚かな母親にそっくりだ。この社会では金と地位があれば絶対的な力を手にできる。あの女は娘を口実に私をゆすれると思ってたのだろう。やれやれ、全く考えが甘すぎる。お母様はお前に何も要求したことはない。ただ私たちに他の人たちと同じように平穏な一生を送ってほしいと願っただけ。お前たちが自らの手で作り出した偏見という名の毒薬がお母様を殺したのだ。その毒薬に比べればお前が食らうことになる2発の銃弾は甘いに違いない。だからお前たちはあの女と一緒で考えが好きだらけなのだよ。そんな二つの銃で勝てるとでも思ったのか。ならば金や地位とお前たちが持つ銃、どちらが強いのか試してみようではないか。前の負けだ。お前らごとき小娘に。私たちはお前の娘じゃないし、
あの場所も私たちの家じゃない。教えてくれ、何のためにこんなことをする。母親を失い、父親を殺し、罪名以外に何が残るというのだ。それは正義だ。終わったな。ようやく終わったのね。姉さんはこれからどこに向かうの？わからないよ、アイリス。花がたくさん咲く場所にでも行こうかな。昔お母様がよく言っていたように。お前は？まずはお母様のお墓にお参りに行きたいわ。ああ、悪くない考えだ。姉さん、見て。どうした？お母様の大好きだったレインボーローズが咲いたわ。順調に進んでトントン拍子に撮り終えるなんて思いもしなかったよ。さあ、二人の主人公の撮影はこれにてクランクアップだ。あやか、シュブルーズ、お疲れ様だぜ。ありがとうございます。私とシュブルーズのシーンがこんなにも早く撮り終わるとは思いませんでした。少々名残惜しい気もしますね。わかるぞ。あと少しでカチンコが叩けなくなるなんて残念だ。永遠を撮るのってすごく楽しいもんな。シュブルーズもよかったぞ。あの、それは正義だってセリフ、おいらしびれちゃったぜ。ああ、あれは私も小説の中で一番好きなセリフだ。以前読んだ時よく自分の部屋で真似をしていた。シュブルーズにもそんな一面があるんだな。意外だぞ。悪人は裁かれ、正義が悪に勝つ。こういう結末を好まない者はいないだろう。忘れないでくれ。私はフォンテーヌ特巡隊の隊長だということをな。失礼します。隊長、急ぎ報告することが。すまないみんな。私は先に失礼する。勝手なことは気にせず行ってこい。もう呼ばれて行ってしまったのかい？もっと称賛したかったのに。きっと緊急の公務が入ったのでしょう。そうか、なら今日中に君たちのシーンを撮れてよかったよ。撮影スケジュールを調整するのは大変だからね。そうだ、
今日はもう解散して構わないよ。早く帰ってゆっくり休むといい。それから綾香、君の演技は相変わらず素晴らしかった。本当にプロの女優になるつもりはないのかい？ちょうど優秀な劇団がヒロインを募集してたよ。フリーナ監督に認めていただき大変光栄ではあるのですが、稲妻のシャブ業にはまだまだやるべきことが多くあります。ですからフォンテーヌに長期間滞在して女優業に携わるというのは難しいのです。こたびの協力の経験を宝物として大事に心に留めておきます。そうか、残念だ。もし考えが変わったらいつでも僕のところに来てくれていいからね。では私もそろそろおいとまいたします。私の出演シーンは撮り終わりましたが、もうしばらくは現場でいろいろとお手伝いをいたしますので。旅人さん、パイモンさん、また明日お会いしましょう。うん、また明日な。で、これからどうするんだ？今日もシュブルーズと一緒に調査するのか？旅人、パイモン、一緒に来てくれ。お、どこにだよ。私たちの船がついに孤島にぶつかったようだ。ここに連れてきてどうしたんだ？ああ、決定的な証拠ではないが、重要な進展があった。お前たちはエミリエという名を聞いたことはあるか？ああ、あの有名な調香師だろ？彼女とは交友があってな。たまに難解な事件の捜査に力を貸してもらってるんだ。少し前に事件現場に残されていたレインボーローズを彼女に送ってみた。彼女は毎日花の相手をしてるからな。で、どうだったんだ？花には何も痕跡は残されておらず、そこに付着していた土にも特に変わった点はなかった。しかしエミリエは、犯行現場に残されていたレインボーローズがかなり希少な品種だということに気づいた。レインボーローズにも品種があるのか？フォンテーヌの野外だったらそこかしこに咲いてるだろう。どんな花であっても人工的に栽培したものと自然環境で育ったものとでは多少の違いが生まれる。
私たちも事件現場にあったものは人工栽培された品種だと前から気づいていた。だがプロであるエミリエはその専門知識を生かしてさらに範囲を絞り込んでくれたんだ。おお、つまり誰の家でこの品種が育てられてるのか分かればそいつが犯人の可能性が高いってことだな。そうだ。そして購入記録を見比べた結果、この品種のレインボーローズを栽培しているものはフォンテーヌにただ一人だということを突き止めた。本当か？誰なんだ？例の著者だよ。今も私の考えは同じだ。彼が人を殺めたとは思えない。しかしそれは犯人が彼の家に行っていないことや彼が自分の育てたローズを犯人に売っていないことを意味するものではない。いずれにせよ尋問は避けられないだろう。じゃあ、オイラたちがこれから向かう場所は？著者の自宅だ。あの家がそうだ。家の周りが警備ロボだらけだぞ。普通の人の家ってこうじゃないよな。前回彼と会った時に聞いた話によると、これは邪魔されたくないからだそうだ。庭にたくさん花が植えてあるな。こいつらを避けて摘むとなるとさすがに難しいんじゃないか。ゆえに彼と犯人の関係は単純なものではないと私は見ている。ドアをノックするか？念のため一部の警備ロボを処理してからにしよう。でもこんな遠くからどうやって処理するんだよ。忘れたのかパイモン、私は孫うことなき獣士だってことをな。
片付いたな。行くぞ。ちょっと待った。あの中に犯人がいると思ったら、なんだか緊張してきたぞ。この後どうしたらいいんだ。もう一度教えてくれ。私が先にドアをノックし、室内の安全を確認する。ついでにいくつか質問のため、警察隊への同行に応じてもらえないか尋ねるつもりだ。この場ですぐに捕まえられないのか？私たちはまだ彼が犯人である、またはその協力者であるという十分な証拠をつかんでいない。ただ私がドアをノックして対応してる間、お前たちにはこの家のレインボーローズを一輪取ってきてほしい。それを持ち帰り、マレショーセファントムで証拠と比較できるようにな。バティストさん、いるだろうか。こんな遅くに。ああ、シュブルーズさんか。バティストさん、これから私と共に署まで同行願えないだろうか。事件について少し聞きたいことがある。やはり例の銃殺事件のことですかね。今は言えない。じゃあ間違いありませんね。バティストさん、返答を聞かせてもらえるか。ああ、シュブルーズさん、少し手間を省きましょう。それからそちらのお二人も花を摘むなんて手間は不要です。それらの花のつぼみはまだ開花の時を迎えていない。その手間を省くとは？僕が殺しました。自白したぞ。そう緊張なさらないでください。武器なんて持っていません。銃は裏庭に埋めましたから。バティストさん、私には伝える義務がある。今話してる一言一句は全て法廷での重要な証拠となる。もちろん分かっています。こういう感じはあまり好きではないな。僕が罪を認めたから？それとも自分が間違えていたからですか？どちらもだ。僕が小説で書いた理由と同じ、敵討ちのためですよ。
あなたたちが僕と彼の関係まで突き止められなかったのは知っています。でなきゃとっくに警察隊に連行されていたでしょうからね。でも僕は永遠に彼の顔を忘れない。母を殺したのですから。あなたの母上は今も健在のはずだ。僕が養子だったことは知っているでしょ。僕が言っているのは生みの母のことですよ。それは孤児院の記録には書かれていなかったが。母が目の前で死んだのだから、6歳の子供が嘘で自分を守る術を覚えるのも無理はないでしょう。じゃあ小説に書かれてたことって全部本当のことなのか？いいえ、それは違いますよ。小説は芸術的な加工がされていますから。でも僕が裕福な人間の私生児で、そいつが僕の母を殺したというのは真実です。だがバティストさんが殺した相手は貧民だったはずだ。彼は金で雇われた殺し屋で、モラのために丸腰の母を手にかけたケダモノですよ。もし本当にそうなら、私たちにそれを教えるべきではなかったのではないか。真の黒幕をまだ始末していないのだろう。まさか特巡隊隊長の口からそんな言葉が聞けるなんて。私は一連の動機について疑いを持ってる。簡単です。疲れたんですよ。全てを背負うのが嫌になったんです。あなたは僕が銃で人を殺せるような人間だとは思わなかったのでしょう。実際その通りでしたよ。撃った後の苦しみは計り知れないものでしたから。このまま敵討ちを諦めるつもりなのか。あの男が持つ権力と金は強大です。僕一人では成し遂げられないことなどとうに分かっていました。だからなんだという。お前の本にはそうは書かれていなかったぞ。僕とあなたとでは犯罪者は僕の方だというのに、まるでこのまま犯罪に手を染めるようあなたはそそのかしているかのようだ、警察隊員さん。その金持ちの男の名は？これまでの証言が真実だと証明する方法はあるのか？あなたと二人で話がしたい。ならば署に行って話そう。いえ、他の人に聞かれない場所はここしかありませんから。わかった、話してくれ。僕の言う他の人はあなた以外の全員ですよ。あなたにしか話しません。ああ、
頼む。シュブルーズ、気をつけろよな。さあ話してくれ。本当に僕のことを信じるんですか？話を聞いてからでないと判断はできない。わかりました。ではよく聞いてください。全てがつながったな。僕のことを信じてくれたようですね。事件の真相を公にしてほしいのか？いえ、そうではありません。少なくとも今じゃない。ならば、どうして私に教えたのだ？僕の小説を読んだあなたはどう思いますか？仮に今この情報を新聞社に流しても当事者は否認するだけでしょうね。時間が経ちすぎた。もうすぐ20年ですよ。証拠はとっくに消えているし、かつては海上に孤島が浮かんでいたとしても今では深い海の底に沈んでしまっています。正義が彼にたどり着くことなど永遠にない。試しもせずにどうして断言できる？あなたが特巡隊隊長として正義をなす立場にいることは知っています。でも彼を平穏な牢獄に送ることが本当に正義だと思っていますか？かけてもいい。きっとやつはメロピデ要塞でも快適に暮らせます。何が言いたい？僕は撮影現場に足を運んだことがあるんです。あなたの演じる重視はとてもかっこよかった。悪人に対して正義の引き金を引く、それこそ彼に下されるべき審判だと思いませんか？お前の敵討ちを成就させるため今すぐ解放してほしいと。いえ、シュブルーズさん、それが不可能なことは分かっています。僕の代わりにあなたに敵を討ってほしいんです。遅いな。何話してるんだ？心配になってきたぞ。危険な目に遭ってるんじゃないよな？それはオイラも分かってるけどさ。なあ、黒幕は誰だと思う？あの作家はなんでオイラたちを遠ざけたんだ？旅人パイモン、待たせたな。シュブルーズ、話はどうなったんだ？バティストさんを署まで護送し尋問を受けさせるよう手配した。裏庭には彼の言っていた通り
犯行に使われた銃が隠されていた。じゃあ黒幕の名前は？ちゃんと話してくれたさ。だが今は特巡隊に戻っていろいろとすべきことがある。これから数日は事件のことで忙しくなるから、撮影現場には顔を出せないだろう。そっか、きっと話しづらいことなんだよな。ならスチームバード新聞をチェックするようにしとくぜ。実は二人にもう一つ頼みたいことがある。Yeah.